元気ですか？始まりましたミュージックプラス、ラベンダーの岡田まりなです。ビタースイートの長谷川萌実です。松原健史です。ミュージックプラスはジャンルや世代を超える音楽に新たな喜びをプラスしてあなたにお届けしていくプログラムです。今回も様々な映像をご用意しています。どうぞ最後までお楽しみください。というわけで今回ミュージックプラス通算50回目です。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、第1回からずっと見続けてくれてる方もいらっしゃるのではないでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。といってもですね、まあ、私たちは3回目ですけど、私たちも、はい、MC になっては3回目です。そうですね、いやでも50回ってすごいですよね。すごいですね、これね。すごい、なんかこう MC として私たちもね、今後さらに成長していく姿を、みんな見守っていただきたいなと思います、はい。それでは今回もミュージックプラス楽しくお送りしましょう。ミュージックプラス、まずはビタースイートの映像をご覧いただきます。3月5日に新宿ブレイズで行われたラベンダーのツアーファイナル公演から恋心をご覧いただきます。どうぞ。
ご覧いただいたのはビタースイートで恋心でした。はい、この日はですね、本当思い返してもすごいいいライブでした。なんかラベンダーさんのこうツアーファイナルに参加させていただいて、で、前回は恋愛坊主をオープニングアクトとして出させていただいた時の映像をご覧いただいたんですけど、今回はなんと本編に出させていただいた時の恋心で、なんか去年もラベンダーさんのツアーに回らせていただいた時に恋心歌ってたんですよ。なんでまたなんかただいまっていう感じで歌わせていただきました。マリンとユキちゃんも久々にね、なんかこう一緒にコラボレーション、なんかいつもこううちのギターとビタスイのコラボレーションってあるんですけど、はい、なんかボーカル同士のってあんまりないよね。ないですね。雨上がりの夜空に、はい、そうそう、一緒に歌ったことあるんですけど、恋心とか私ビタスイの曲大好きだから、ぜひ本当は一緒にやりたい。あ、やりましょうよ。やりたい、歌いたい。恋心をね、一緒にセッション聞きたい。ラベンダーあんまりこうすごいバラードバラードしてる曲ってあんまりなくて、結構ロックで激しいのが多いので、なんかこういうのも歌ってみたいです。確かに、れんなちゃんと4人でボーカリスト4人でいいですね。聞く恋心もいいですよね。松村さんの恋心、いや僕はちょっとね、すごい私もですよ。恋心ありがとうございます。でもすごいなんか本当にスイートな感じで、いい感じでしたね。いい素敵なスイートバラードって感じで、とってもいいものを見せていただいた感じしました。ありがとうございます。ありがとうございます。でもミディアムバラードなんですけど、お二人はこういうバラード曲を歌うときとか、なんか意識することありますか？なんかこう大切に歌うときのポイントとか、二人で歌うとき、松原さんデュエットされますよね。2人で歌うときはやっぱりそのハーモニーとか、はい、自分だけ声が大きくならないようにとか、そういうのは、あと長さとかね、はい、やっぱり同じようにこうなんかきっちりこうなった方がいいかなっていうのはあるかな。あ、うん、まあ、演歌は歌謡曲でもありますよ。僕もデュエット曲を北山たけしさんというね、はい、方と先輩とダブルたけしっていうことで、おいらせ恋歌っていう曲をねリリースしたり、はい、あとは伊藤薫先生というその作曲家の先生と、はい、一緒にデュエットさせてもらったりとあってね、それはそれでまた勉強になりますよね、レコーディングとか、はい、うん、でなかなか お互い忙しくて一緒にレコーディングできなかったりとか、はい、別々のパートを取って、そうすること、そうする時の方が余計相手のことを思いやって、はい、同じようなところで切ろうとかブレスをしようとか、はい、うん、何回も練習されるんですか？そうですね、まあ、プロですからパッとできちゃうんですけど、あいやいや、もちろん陰では何回も練習しますよ。いやいや、そうだね、嘘嘘嘘嘘どうですか？いや、私たちもチームボーカルなんですけど、まあ、別々にレコーディングはするんですよ、いつも。そうなの？そうなんですよ。で、大体田中さんが先に歌って、うん、それにハモリを私がつけていく感じなので、それに合わせるって。そうですね、もう一行ずつというか、本当に聞いてそのふわりだったり長さを全て暗記して入れるっていうのが多いですね。じゃあビタスイと結構違うんですね。ビタスイは一緒にレコーディング入って、うん、こう入れ替わり立ち替わりで歌うんですよ、うん、で、ディレクターさんが決めた、うん、こっちが主メロ、こっちがハモリっていうのに合わせて、うん、ハモリになった時に相手に合わせる、うん、そういう感じなんで、うん、違うんですね、結構。確かに同じツインボーカルでもね、はい、そうなんですよ、はい、はい、頑張りたいと思います、うん、はい、ビタスイとは初めてのワンマンライブを行います、はい、ぜひ、皆さんお近くに私たちが行った時に、お越しいただきたいんですけれども、日程は5月10日長崎、5月16日東京、5月17日新潟の3公演です、題してビタースイートファーストショーケースと言います。ぜひご覧のあなたもお越しください。お待ちしてます。続いては我々の大先輩ブラザーズ5の映像をお届けします。
5月20日発売のアルバム愛しい仲間たちに収録されているマイブルーヘブン愛しい仲間たちという楽曲のレコーディングの模様をご覧ください。どうぞ。夕暮れに誘われて仲間がまた来る少年の目をしたやんちゃな大人たち胸のもやもや心の霧も笑い飛ばせば晴れ渡る素敵な My Blue Heaven。 Thank you。 素敵なあのところなんですが、昨日のところちょっとあれしてるよね。そうですね、素敵なって言い方と素敵なって言い方と両方あるよね。はい、どっちにする？素敵なか素敵なか素敵なって言った方がね、ちょっと私素敵な素敵になるじゃん。素敵、はい、誰ね。いや、食いにくいじゃない。年取ったら肉えらしよ。ステーキでしょ。それもヘレ、ヘレ肉がえらしよ。ヘレ、ヘレ肉よ。ヘレ、ヘレ食えよ。毎日肉やんせやろ。食べろよ。肉を。元気だぞ。はい、じゃあよろしくお願いします。じゃあ、赤根移動させて。さを今食って入られた方が、誰誰歌うのさな、はい、バレちゃったさあれ喧嘩なんかさ、喧嘩お前タンクもらいに行くぞ。お前がリーダーやぞ。お前行くぞ。お前へ行こう。はい、よろしくお願いします。こんにちは、今日はブラザーズ5の新しいアルバムを作ろうということで、アレンジャー兼僕のもう親友と言っても過言ではないんですけど、あのドクター K って言えばもうその道の人は、まさかなんて思いでしょうけど、今回アレンジもやってくれて徳武君です。どうも、素晴らしい。久しぶりでございます。久しぶりですね。久しぶりなんだけど全然変わんないね。そうですかね。変わんない変わんない。いやいや、時間は経ってますよ。でも時間は経ったけど、もうこの人外人だなみたいな感じがもうアメリカンサウンド好きだからね。そうだよね、うん、まあ、あの頃からあの要するにカントリーウェスタンとか、うん、ルースミュージックね、うん、その系統のやつはね、特に群抜いてうまいんですよ。で今日もあのもうギターファンならもうたまらない、すごいいいギターを持ってきてくれて、まあ、自分のモデルのギターですけどね。これもう徳武モデルです。ほら、あそこで手元っていうか右手の奥の方にこれもベンダーがついてるんですよ。わかん、取れないかな音。アンプがね入ってるから。今皆さんにはペチペチという音で聞こえてると思います。そうですね。ほら、ダイアストレイツみたいに3ピックを使って、そうそうそう、この分散も混ぜなつつのリードも入、まあ何とも言えないさもう独特の奏法ですよね。これぜひ皆さん、あの本当に
ギター弾かれてしましたから、うんね、ベアモンドナッシュビルとねお会いしてね。そうなのよね、そうですよ本当に。ですからそれ入れるともう本当に40年近く前っていうか相当相当前から知り合いです。そうですね、どうぞ皆さん呼んでくれてありがとうございます。いやとんでもない、今回は本当にブラスファイブの根っこの部分というかアレンジで相当助かってますんで、また聞いていただきたいと思います。ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。愛しい仲間こそ気づらい。お届けしたのは5月20日発売ブラザーズ5のアルバム愛しい仲間たちからマイブルーヘブン愛しい仲間たちのレコーディング映像でした。いや杉田二郎さん、堀内孝雄さん、そして馬場裕文さん、高山源さん、稲葉明さんという我々の大先輩5人が集まったスーパーユニット、はい、ブラザーズ5のレコーディング映像でしたよ。いやすごいですね、うん、メンバーが豪華でみんなそれぞれにああやってハモってちゃんとねハーモニーでやってくれてるんですね。そうですね、なんか本当に貴重な映像を見たなというふうに思って、うん、貴重ですよ。もうなんかレコーディングルームに皆さんが集まってる映画、うん、すごい贅沢豪華でね、はい、いやいやいや一度だけ前回の里山イベントの時に、はいはい、コラボレーションで一緒に歌わさせてもらって生でブラザーズ5さんの歌を聞いたんですけど、うん、本当にこうそれぞれ個性があるのに一緒に歌うと、うん、なんかこう奏でるハーモニーがすごくて、うわー感動したと思って、はい、帰り興奮しましたね。私もなんか後ろで私たちこう手拍子したりとかして歌ってたんですね。なんかもう後ろの背中を見るだけでももうそのオーラがすごくて、すごいよね、すごかったね。それぞれがねベテランのこの、まあ、グループを経験されてる方もソロの方もいるんですけども、うん、その5人があって本当に一つの曲を歌ってまとまるのかなって初め僕もね別に心配しなくてもいいんですけど大先輩ですからねでもそう思ったんですけどすごい5人としてもマッチしてるし、はい、それで一人ずつの特徴もちゃんと出てて、そうですね、すごいもう本当にユニットだなと思ってね大尊敬してるんですよ。でまあね、ドクター恵子とドクタケさんが、まあ、今回アレンジしてくださったということで、はい、よりねいろんなサウンドが、ね、こう楽しめて、まあ、こうテレビを、まあ、この、ね、ミュージッククラスを見てくださっているあなたもですね、なかなかそのフォークとかこういったジャンルをあまり馴染みのないという方もですね、なんかこういろいろ興味を持っていただけるんじゃないかなと思うんですよね。そうですね、うん、はい、ということでブラザーズ5のアルバム愛しい仲間たちは5月20日発売です。アルバムに関する詳しい情報はこちらをご覧ください。こちらです。ソングプラス U。 ここからはミュージックプラスをご覧のあなたと一緒に作り上げていくソングプラス U のお時間です。現在はスタート、感謝、ネガティブというテーマに続く新しいテーマを決めるべく自由にメッセージを募集しています。ちなみに前回の配信で萌えがねチャレンジ、はい、そして松原さんがおばあちゃんというアイデアを、はい、出していただいたんですけど、はい、今回ね早速メッセージが届いているようなので紹介していきたいと思います。はいはい、それではですね、りっかさん、女性の20代の方からのメッセージです。ありがとうございます。初めてメールをお送りします。ソングプラス U の新テーマですが、誰にでも当てはまって誰もがこれは自分の曲だと思える曲ができたらいいなと思って考えました。ズバリ自分がテーマの曲や歌詞はどうでしょう。世の中にはいろんな人がいるわけですが、それぞれがたった一人しかいない自分なんですよね。それぞれの個性を認めて全ての人を尊重できる、そんな曲になったらいいですね、ということです。なるほど、はい、自分がテーマ。確かにみんな自分中心に地球が回ってますもんね。そうですね、だからあの人もそうだしこの人もそうだし、だからみんな
自分中心に地球が回ってるから、あの人も大事だし、この人も同じこと言ってるなだからこそ人を尊重し、するし、はい、自分も大事だし、人も大事っていうことなんですよね。そうですね、うん、でも歌って基本的に自分なんでしょうね。でも確かに、でもなんかこう、うん、一見関係ないように見える歌詞でも、はい、なんかこう自分と照らし合わせることができる曲、歌詞って多いですよね。なんかこう同じ情景じゃないんですけど、自分だったらこういう情景の時にそういうことを思うなっていうのが、はい、なんかこう一つの歌詞でどんどん浮かんできて、うん、だからみんな共感してなんかこう泣けたりとかするんじゃないかなと思いますね。自分がテーマの曲か、うん、そうですね、自分がテーマ、ね、でもそうですね、いろんな人がいるっていうことも、でも書けたらいいのかな、うん、どう自分萌えはさ、自分ってどんな感じだと思う、わかる、自分ってどんな人みたいな、わかんないですよ、なんかいろんな自分がいますもんね。例えば、例えば、こう、なんですか、自分、例えば今一人暮らししてるんですけど、はい、朝起きました、うん、とっても眠い、うん、ボケーっとしてる人には見せられない自分がいます、うん、それから外に出ました、うん、桜が咲いていました、うん、とってもルンルンで周りが見えてない自分がいますとか、あとカラオケ行った時は、うん、もうフレディ・マーキュリーになりきって激しいモエミー・マーキュリーがいます、うん、とかいろいろいれますよね。確かに、だから一曲にするのは結構難しいようにも思いますけど、でもそれが一曲になったら面白いかもしれないですね。すごいね、いろんな面が見えるってことですもんね。私もそういう時あるみたいな曲になったら面白いですね。じゃあそんなちょっと歌詞ちょっと書いてみて、あ早速ね、まあ、歌詞は岡森さん、あ私、じゃあ私の自分でいいんですか。うん、もちろん私でいいんですか。いいです、いいです。3人で作ります。3人作りましょう。いろんなワードを出し合って、うん、歌詞書きやすそうですね、この曲。確かにね、ちょっと自分というテーマで、はい、ちょっと書いてみたいと思います。書いてみたい、うん、いいですね。じゃあ続いてのメッセージを読みますね、はい、ラッキーストーンさん、40代の女性の方からです。ありがとうございます。新テーマ、松原さんのおばあちゃんや長谷川さんのチャレンジを一緒にできないかと思って考えました。子供の頃の記憶というのはいかがでしょうか。おばあちゃんや家族との思い出はもちろん子供の頃の大切な記憶だし、何より子供の頃は新しい挑戦の連続なので、ちょっと強引でしょうかという。いやいや、素敵ですね。素敵ですよね。うん、一緒にしてくれたんだ。素晴らしいアイディアですね。確かに子供の頃って全てが新しいですもんね。そうですよね。初めてやること、寝返り打つのも初めて、うん、おっぱい飲むのも初めて確かに、うん、そこからですよね。喋り始めるのも初めて、はい、あ友達と会うのも初めて、はい、そういう純粋な気持ちで、純粋な頃の気持ちに戻れるかな。いや戻れますよ、おかまりだってきっとなんできっとっておかしくないですか。だってきっとあの小さい時のビデオとか写真とかってあります、うん、家に。ビデオはあんまりないかな。写真はあるかな。ある。なんかそういうのを、うん、なんか持ち出して、ミュージックビデオにするってこと。ミュージックビデオでもいいですね、それもいいし、あなんかそれをこう思い出す材料にするとかどうですか。あなるほど、はい、小さい時いいな。小さい時どんな子供だったんですか、岡森さん。私はもうおてんば娘でしたよ、はい、変わらないですね。萌えちゃん、萌えちゃん。私は、兄が大好きな妹っ子でしたね。おお、妹っ子、妹っ子、うん、末っ子、はい、でした。おてんばだったんですか。おてんばではなかったと思います。でもやっぱり歌は好きで、なんか歌いながらスーパーとかでもどっか行っちゃって探す羽目になるとか、そういうことはありましたね。でも歌は私もすごい好きでした。なんかお片付けの歌って、お片付けってちっちゃい時みんな歌いながらいるらしいんですけど、はい、私片付けしないでその歌だけ歌い上げて、本格的に歌ってたんだ本格的に。お片付け何をしよう、お片付け、最悪それ今度ライブでやってくださいよ、お片付けの歌。多分誰もいなくなっちゃいますけど、ね、スポーツとかも万能そうじゃないですか。スポーツはバスケ部10年間やってました。かっこいい。リレーとかも速そうで、なんかバーッて、いやそう思うじゃないですか、ね、意外とそんなに速くないんですよね、うん、あそうですか。長距離走の方が得意でしたね。お松村さんはどんなお子さんだったんですか。僕はね、子供の時やっぱりそそっかしいというか落ち着きがない、ちょこ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 こうしてる。でも運動もそんなできなかったし、勉強もそんなできなくて、歌はやっぱり好きでしたね。みんな共通ですね。そうですね、うん、そうなんだ。
ちっちゃい時から。はい。こんな感じでね。いいですね、このテーマもね。いや本当にいいテーマを自分がテーマとね。はい、そしてはい、ありがとうございます。ありがとうございます。ございます。そうですね、今回ご紹介させていただいたお便りもかなり盛り上がりましたが、テーマのアイデアをもう少し募集させていただきます。こんなテーマで楽曲を作ってみたいというアイデアや、あなたが今思っていること、感じていることを私たちに教えてください。これまで番組に参加したことがない方もね、気軽に送ってきてください。はい、短い文でも構いません。メッセージはホームページの投稿フォームから送れます。ミュージックプラスのホームページはこちらです。一緒に素敵な楽曲を作っていきましょう。ソングプラス You。大器晩成もうそんな人生もうひっくり返せ今掴みたい。僕たち3人も所属するアップフロントグループの音楽フェスミュージックフェスタ、いよいよスタートしましたね。はい、いやどうでしたか初日。いやドキドキしましたね、うん、ね、あの札幌ということで、はい、うん、もう飛行機に乗って行くときから、はい、はあ、初日だ、始まるぞと、始まるぞと、うん、ビタースイートのコーナーはちゃんとしっかりやりつつコーラスとしても盛り上げなきゃっていう思いで挑みました。うん、もうプレッシャーとかもありました多少。そうですね、あの去年よりもやっぱり成長した姿を見せたいと思ったので、うん、こう MC のところとか結構、うん、あのちょっと考えてから挑みました、やっぱり、うん、はい。なんか声もね、長谷川萌実ちゃんの声が、はい、僕改めてこうやってよくあの最近こう一緒にさせてもらうから聞くことが多くなって、うん、なんかこうふくよかな声っていうかすごい、はい、なんていうんですか、深みのある声になって変わってきた。なんかこんな偉そうに、ね、言うのも変ですけど、嬉しい、ありがとうございます。すごいなんか深い声になってきてな、成長してるな、なんか大人としてきっと成長、いろいろ経験もしてるかななんてね、勝手におじさん思っちゃったりしてるんですけどね。本当に素敵でしたね。ありがとうございます。楽しみ、これからもっともっと。松原さんに、いや僕なんか大したことないですよね。本当嬉しいです。ありがとうございます。とんでもないです。これからも頑張ります。いやいや、そんなんじゃないんですけど。よろしくお願いします。まあでも今回はね、ラベンダーの、はい、あのギタリストの2人も、はい、全楽曲を演奏したんですよ。はい、いやかっこよかったです。すごい、結構他の仕事とかもやっぱ一緒にいて、うん、2人で、うん、あの合間にも合わせたりとか、うん、大変そうでしたね。やっぱり曲数が多くて、だと思いますよ。でもいろんなジャンルの曲をやっぱりやれて楽しいって言ってて、うん、松原さんの曲すごい弾けるの楽しいってゆきちゃんが言ってました。うん、そうなんね、演歌歌謡は弾く機会がないの、まずないですもんね、うおちゃん。それで掛け声とかもね、うおちゃんとか言ってね、やったりして、ね、楽しんでますよ。うん、はい、まあでもですね、当日はあの、うん、はい、ちょっとリーダーの田中玲奈ちゃんが、そうなんですよね、残念ながらね、はい、ちょっとあの体調不良でね、出れなくなっちゃったんですけど、うん、もう本当にあの初めて私たちの、メジャーデビューシングルの曲発表だったんですよ。はい、でまあ本当に準備をね4人で重ねてたんですけど、うん、まあ、3人での発表ってなったんですけど、うん、まあ、出番前にも田中さんからね LINE も来て、うん、ごめんね頑張ってくださいっていう、そうね、もうギリギリまで本当に玲奈ちゃんも、ね、そうですね、玲奈ちゃんが一番辛かったと思うけどね、うん、でもその分頑張ってオカマリがね見事に務めてくれて、堂々とね、ありがとうございます。だからもう本当オカマリのラベンダーの一人でのあれがね見れたんで、新曲が、うん、今度またレイナちゃんが加わったらもっとさらにパワーアップして、ね、はい、ミュージックプラスをお届け、ね、楽しんでほしいです、できると思います。はい、はい、そんなこと他は他は、うん、他は他はあと私札幌で、うん、あの爽やか五郎さんが、はい、作った楽曲の、はい、あのちょっと、はいはい、ちょっと面白いコーナーがあるんですよね。コーナーみたいなのに、お笑いソングコーナー、うん、あの爽やかさんがこう、はいはい、口説き落としていく。そうそう、あんまりねあの見てない方にネタバレになっちゃったあれですけど、そうですね、面白いシーンがあるんですよ。それはあの札幌担当させてもらって、うん、いやよかったよ、本当に面白かった。もう、ね、ちょい悪女ちょい悪女みたいなそうですね、ちょい悪っていうか心の中で思ってることとね、はいはいはい、表で言ってることがまた違うっていう、あの面白いね。で最後のオチのオチ の、うん、あの皆さんもね一緒にやっていただけるっていう会場の皆さんに、うん、そうだね、はい、いやこれはね会場に来た方しか体感できないん で、ね、毎回違うのが見れますからね。そうなんですよ、ね、ぜひぜひ本当にあの1回来た方も、札幌だけ、札幌だけなんですよ。わー、じゃあ札幌来た人はねお得でしたよね。はい、ありがとうございます。他になんか食べ物とかどうだった札幌。美味しかったね、
海鮮物が、あ、海鮮物ね、やっぱり海鮮物美味しかったですよ、うん、海の幸でしたね、はい、もうザ海の幸、こうタタタイタイ、うん、タイのこうお頭がこうポンポンポン、そう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 、でお刺身がたくさんこう乗っかってて、はい、もう結構あれですよね、若い寄りすぎ。なんで若い？どうしたの？若い？どうした？若いチーム。あ、なんだと？はい、どうぞ続けて。チームみたいな感じで結構分かれてましたよね。若いチーム、中年チーム、誰が中年や。僕中、あ、若くないとこにいたな、そういえば。あれ？おかしいな。いいよ、松村さんいらしてたじゃないですか。松村さん、このあの若いチームのテーブルにいらっしゃいましたよね。それたまに行ったら、あ、ちょっと違うかなと思ってまた帰ってきたっていうね。いつの間にだから奥だったんですね。行ったり来たり行ったり来たり。でもで僕実はね、あの打ち上げ終わった後、たくみさんと2人でラーメン食べちゃったんだよ、はいはい、おーいいだろー、ラーメン、何ラーメンですか、うん、何、たくみさんは塩食べてました、はいはいはい、僕はね、ちょっとニンニクが入った味噌っぽいやつで、味噌ラーメン、こってりでしたけど美味しかったですよ。でも最近ちょっとね、顔がまん丸くて、この映像僕もね見せてもらったんですけど、はいはい、もう耐えられなくなってきたんで自分の顔に、いやいやいや、ちょっとあのダイエットも、自分で企画してこっそりこの番組で少しずつ痩せていこうかなじゃあ最初から見てくださってる方は、そうなんですよ、うんうんうん、今回3回目でしょ、次4回目少しずつ細くなってかもしれませんのでかもしれない、なるほど、食べたかったですね、ラーメン食べたかったね、なんかあともうちょっとで食べれたんですけど、なんじゃそれなんかこう、うん、空港に着くまでちょっと時間がなくなっちゃって食べれなかったんで、うん、でも札幌は、うん、あの空港でさ、いつもお土産の試食ね、すごいするよね、食べますね、本当にあの気前がいいお店が多くてですね、うん、もう本当に食べるんですよでも朝ごはんはもう少なめで行きます、うん、で帰りの空港でいつも食べるっていうのが試食でね、やっぱラベンダーの習慣っていうかラベンダーの習慣ってレイナちゃんもやってんの？やってます、やってます、もう田中さんと私すごいですよ、一番ですから、お二人で店とか覚えてますから、この通りに行くといっぱい食べれるとかいうのがあって、いいですね、やってるんです、試食ロード、はい、試食ロードを歩かせていただいて、ラベンダーが来たら気をつけてくださいね、試食のお店の方ねということでミュージックフェスタボリューム3はまだまだ続きます。このミュージックフェスタを体験したことのない方、どうぞ会場へ足をお運びください。公演に関する詳しいスケジュールはこちらをご確認ください。こちらです、イエイイエイイエイ、がかりさせないで、止まる目にしないで、逃げるとこまで振り切ってみせて、ここでお便りが届いています、はい、T16 さん20代男性の方からです、ありがとうございます。今回ミュージックプラスに初めてメッセージを送ります、うん、萌実ちゃん、おかまりさん、松原さんが新 MC になりリニューアルしたミュージックプラスを今後も楽しみにしています。さて春になり新生活など新しいスタートの季節ですね、うん、皆さんは最近新たに始めたこと、あるいは始めてみたいことは何かありますか、ということです、うん、僕は今日からダイエットちょっと始めてダイエット、はい、今日思いつきました、はい、今日から始めます。萌は何かある？そうですね、春からですか、うん、春から新生活、春からですと私はおい、こけた何回、はい、春からだと、いいよ、春じゃなくても、うん、春じゃなくても春じゃなくてもいいよこの際いいよ、ごめんなさい、うん、私は、はい、ジョギングを3日に1回しててですね、今やってる、はい、やってます、30分くらい走るようにしてるんで、それを続けていけたらなって思いますね。あの景色もなんか移ろいゆく感じがとても楽しいんですよ。もともとあの陸上部だったんで走るの好きなんで、なんかこう桜が咲いてる時もすごい良かったし、葉桜も綺麗 で今度は夏、すごいたくさん汗をかいて、うんうんうん、あの歌いながら
楽しく走りたいなって思います。でも歌いながらイヤホン聞いて。あ、そうです。私気をつけた方がいい。片耳だけ入れるんですよ。片耳した方がいいですね。両耳だとはない。そうですね、車が、うん、確かに。いや、私も、はい、ちょっとかぶっちゃうんですけど、うん、3月からスポーツジムにまた通い始めて、おー、いいですね。1年ぶりくらいにまた入会したんですけど、もう本当景色変わらないんですけど、私も走ってます、ね。結構有酸素も結構やる。有酸素もやりますね。あとはもう筋トレをこうついてくれるんですよ。自分の体型とかをトレーナーさんがついてくれるジムにして、だからもうメニューとかも組んでもらってるので、がっつり結構やるんですね。やりますね。ただスパとかもついてるし、サウナもあってプールもあって、めっちゃいいじゃないですか。めっちゃいいじゃないですか。いいですよ。もうサウナはおばさま方がすごいこう占領してですね。たけし軍団じゃないだろうね。いらっしゃるかもしれないですよ。すごい、たけし軍団と同じくらいトークがもうすごいんで、サウナの中でたけし軍団っていうのは皆さんですね、ミュージックフェスタで松原たけしを応援してくださってる方をスタッフとかみんながたけし軍団って呼んでるんです、勝手に。いや、もう本当にたけし軍団の方々、ね、素晴らしく盛り上げてくださいますよね。盛り上がってくれてますよ。一緒にジャグジー使ってるかもしれない。そうかもしれないですね。今度さりげなくちょっと松原さんの歌をちょっと口ずつに鼻歌歌ってみたらすごい反応する。ありがたいですね、みんなね、はい、それぞれのファンの皆さんが、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ続くといいですね、うん、みんなそれぞれ。そうですね、春から始めたこと、ね、はい、頑張りたいと思います。さくらフィーバーフィーバー春が来て、女子も男子も胸はしゃぐ夜はライトライト照らされて、お送りしてきたミュージックプラスですが、残念ながらお別れのお時間です。で、最後にお知らせです。私たち3人も所属するアップフロントグループの音楽フェス、ミュージックフェスタボリューム3が現在開催中です。各公演終演後には参加アーティスト全員での握手会も行います。チケットは現在発売中です。詳しくはこちらのサイトをご覧ください。そして私たちからお知らせです。まずは松原さんからお願いします。はい、デビュー10周年記念シングル雪明かりの駅、そして三日月が綺麗だから、この曲で今頑張っております。どうぞ皆さん、CD をお手元に取っていただいて、聴いていただく。そしてまたこのシングルだけじゃなくて、実はプロモーションビデオ付き、ミュージックビデオ付きの、DVD 付きのシングルというのも出てまして、これも1500円ぐらいの、ね、感じで、お手軽に手にしていただけることになってます。ぜひお手元に1枚、そして見て聞いてほしいなと思います。よろしくお願いします。ビタースイートのワンマンライブが決定しています。ビタースイートファーストショーケースと題して、5月10日は長崎、5月の16日東京、5月の17日に新潟で行います。私たちのいろいろな面を歌でお届けしたいと思いますので、ぜひお越しください。その他詳しくはビタースイートのオフィシャルサイトをご確認ください。はい、ラベンダーは今年の夏にメジャーデビューが決定しています。ありがとうございます。今いろいろな準備を始めていますので、皆さんぜひ楽しみにしていてください。詳しくはラベンダーオフィシャルホームページをご覧ください。番組へのメッセージ、ソングプラス U への投稿はこちらから。それではまた次回のミュージックプラスでお会いしましょう。お相手は松原たけしと、ビタースイートの長谷川萌実と、ラベンダーの岡田まりなでした。さようなら。